ぶっちゃけどのくらい儲かってるの？グループで今3社を持っておりまして、はい、年商が3億6000万円。おー、いいですね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。虎の高速法ということで今日は若杉さんにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。じゃあどんな志願内容だったかとか、はい、自己紹介とかをちょっと簡単にしていただけると、はい、視聴者の皆さん分かると思うんで。はい、令和の虎111人目の志願者の私若杉と申します。よろしくお願いします。家賃でマイホームというプランで出演させていただきました。家賃を通常より高くお支払いすれば、一定期間後にそのお家を安く譲渡するというプランで出演しておりまして、当時5人の社長、細井社長、桑田社長、トモハッピー社長、吉野社長、そして林社長に200万円希望しておりまして、皆さんから出してくださるということだったので、5等分で40万円ずつ、融資していただきました。そのお金はどうなったんでしょうか？はい、金利 15% をつけてお返しするというお約束で借りておりまして、2020年にね、借りさせていただきまして、1年後に返済させていただきまして、その節は誠にありがとうございました。すごい、しっかり返してくれてます。はい、出してよかった。金利分だけですけど、6万円だけの、6万円増えた。6万円増えました。嬉しいね。どうですか、最近儲かってますか？令和の虎に出演した時はまだそのメーカーのサラリーマンだったんですけども、おかげさまで林社長のおかげでうまくさらせていただきまして、まあ実はなんですけど、結構林社長のところにフランチャイズ加盟されてる方との不動産取引も結構増えておりまして、ちょっと具体名出すと怒られちゃうんであれなんですけども、林社長のおかげで儲けさせていただいてますので本当に感謝しております。ね、それなのに儲かったのに僕には6万円しか来ないんだなっつって。冗談冗談ね、うまいことやりましたね。おかげさまで林社長のおかげで、ね、なんかあと竹内さんの虎の方も出た、はい、あ、そうですね、私もともと不動産投資家向け のサラリーマンしながら不動産投資をしたって経緯もありまして、そういった方向けのオンラインサロンも経営しておりまして、その件で出させていただきました。あ、岩井さんに詰められたの？そうですね、岩井さんでいろいろありましたけども、どこまで言っていいのか分かんないんであれですけども。まあね、若杉さんちょっと変わってるからね。打ち合わせとかしてもさ、なんかどうって言っても、もうなんか9割方喋って大変なのよね、これね、はい、まあまあまあそういう感じだから、合う合わないはあるんでしょうけどね。でももうなんか今どんなビジネスやってるんですか？なんか同じビジネスをやってるのが結構なんかシフトチェンジしてるのか、あんまりシフトチェンジはしていないんですけども、いろいろ展開してるっていう状況でして、家賃でマイホームっていう、まずものに関しましては、初めは日本人の方とか向けにもいけるのかなと思ったんですけども、やっぱり実際やってみると外国人の方のニーズの方が多くて、滋賀県にブラジルタウンがあるんですけども、もうブラジルタウンの中でブラジル人向けにお家を売ったり買ったりするのとセットに、住宅ローン通らない方にはこういったものもありますよっていうオプションっていう提案させていただくって形でやってるので、家賃でマイホーム単体ではほとんど利益がその儲かってるほど取引はないんですけども、ちょっと面白い会社があるよねと、そこをフックにして、はい、そうです、いろんなものを不動産関連で収益を上げてると。そうですか、ブラジル人の方に特化した不動産屋さんっていうのが現地では少ないので、うんうん、ね、そこの少ない市場を取りに行けてることが多分うちの強みになってるのかなと思います。ぶっちゃけどのくらい儲かってるの？グループで今3社を持っておりまして、はい、年商が3億6000万円。おー、いいですね。営業利益が大体5800万円ぐらいの着地の見込みです。すごいじゃん。すごいけど僕は6万円しかくれなくてもね、もうちょっとくれてもよかったです。なんで林社長にはね、また何か一緒にお仕事をね、フランチャイズとかでお仕事できるような提案をして、そんな儲かってんだったらなんかフランチャイズ化しようよ。なんかフランチャイズか分かんないけど、エシフロさんやろ。なんかぜひよろしくお願いします。そんな儲かってんの、すごいじゃん。お金持ちは、なんかよく見たらスーツとかも進化してそうだね。あの勝社長ってご存知ですか？あ、はいはい、そうです、あの高いスーツ、虎の壁出演していただいた時にいろいろ詰めていただきましたので、それで買わせていただきました。本当、確かにいいスーツだなと思って。すごいね。こういう高いスーツ着るとやっぱ違うんですか？あんまり着てないです。そこは着てすごい良くなったって言わないと、そのスーツ売れないから。ビシッと決めなあかんなって時だけ着てます。あ、そうなんですね。最後にアピールしたいこととか、なんか
こういうのやってますとかよかったら、はい、主に何か PR したいことがありまして、まず一つが私のチャンネルぜひ登録してくださいということと、はいはい、二つ目がこちら、はいはい、不動産取引ね、もし売りたい買いたいとかあればぜひよろしくお願いしますということと、私オンラインサロン経営してますので、不動産投資やってみたいっていう方はぜひね、登録者の興味持った方はぜひよろしくお願いします。高いんでしょ、まあ、今一番安いプランの3300円からプランがあるの、なんかそんなの高いと1万1000円取ってます。はあ、何が違う、例えばその物件見た時にこれ買っていいかどうかってなかなか分かんないと思うんですよ。その時に僕が見てこれいくらぐらいなら買っていいですよとか個別で相談できたりとかするプランと、まあ、そういうのがなくても自分で分かるからええわって方はなしにしてます。そのオンラインサロンは何人ぐらいだっけ、今100人ぐらいだけなので。100人すごいじゃない、あんまりね利益は出てない、全部の学校より多いよ、その単価がちゃいますから。ああ、よくわかる、単価が全然10倍以上ちゃいますのでなかなか面白い人なんで、ぜひ若杉さん連絡してみてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。